これがね、うん、嫌な方の、うん、携帯だったら、うん、ショック受けるでしょ。はいはいはい。だからどっちかって言ったら見ない方がいいと思うのね。あ、見ない方がいい。でも好きだったら、うん、信じられるから、うん、そう思わない？じゃあ好きだったら見ても大丈夫なんですかね。あのね、うん、結局ね、うん、こういう器ね、うん、器ね、仮にね、こういうコップを、はいはいはい、ひびが入るわ、はい、こうくっつけてもね、うん、傷跡は絶対一生取れないのよ。見ない方がいいですね、だって男の人はそもそもは一人じゃ満足しないね、うん、ああ動物だから。メールは見るなという。メールはなるだけ見てあげない方がいいわね。ありがとうございました。いいと思わない？実際の話。ああ、そうですね。やっぱりそれが大事よ、うん、ありがとうございました。いい、うん、血液が合うとね、うん、たとえメールを見ちゃったとしても、ええ、耐える。耐えるんですね。一度は耐えてあげないと。一度は耐える。そう、まあ、基本的にはメールは見ない方がいいんですよね。見ない方がいいですね。見ない方がね。書いて自分が傷つくんですよ。だからね、今度ね、私は経験者からすると、うん、メールがどうのこうのじゃないのね、そういう。あ、そんな小さい。ええ、そういうのはね。